私は桜花がいたから前を向けた。ほら、今日僕、幻想郷に行くからみんなに声かけてるんだ。私はこの後迷わずにパトについていくことを選んだ。だけどそうはいかなかった。ダメだ、許可できない。お前は桜花と違って高校があるだろう。そうよ、それにまだ桜花も修行という名目で行かせるだけで、遊ばせるわけじゃないわ。私は、パトを守りたい、恩返しがしたいから。頑張ってきて。うぬぼれるな、まだお前自身が未熟者のくせに守るなんてよく言えたな。お父さん、言いすぎよ。せっかは気が強いからな、本当のことを言わないとダメだ。ショックだった、本当のことだったから、未熟で自分のことでギリギリの私がパトを守るなんてできるはずがない。自分の無力さと現実に叩きのめされた真実だった。お父さんとお母さんはせっかちゃんの夢をなんで叶えてあげないの。え？せっかちゃんはずっと頑張ってきたよ。姉妹の誰よりもこの2年間必死だったよ。なのにどうしてその道を応援できないの。桜花、まだあなたたちは若い。だから難しいと思うけど人生は一度きりなの。間違えたら取り返しがつかないのよ。そうだ、親としてこの幸せを願って不幸にならない道を考えているんだ。なら今二人は間違ってるよ。だって今せっかちゃんすごく不幸だもん。このまま目標すらも奪って、生きがいすらも奪って、なし崩しで残したような高校生活を強要してせっかちゃんは幸せなの。そんな人生を歩ませて、あと何年せっかちゃんは我慢しないといけないの。桜花、私は遊びに行くの。修行でしょ。ならせっかちゃんだって修行に行く。それでいいんじゃないの。ダメなの。その道は間違ってるの。なら私の歩む道って何？パトの歩む道って何？せっかちゃんには通させたくないダメな道なら私とパトにそんな道歩ませないでよ。初めてだった。桜花がお父さんとお母さんに本気で怒ってくれた。私のために。そして私は桜花のおかげで高校を辞めて桜花とパトと一緒に幻想郷に行くことを許してもらえた。桜花がいたから、桜花がいつも後ろから背中を押してくれたから私は前を向いて歩けた。本当に本当に大事な私のかけがえのない双子の妹。見せてあげる、私の集大成を。引き張る隙間改造、襲来。打ち抜け。この術には2種類の魔法がある。途中で分散して2つに分かれる。指定した敵に向かってまっすぐ飛ぶよ。この2つの特性を見極めないとかわしても命中し、かわさなくても命中する。破線で読み切った。そんなバカな。さすがせっかちゃん、この程度ではあら一つ出してくれないぜ。引き張る隙間改造、全身乱舞。魔法で片付けされてる。遅い。自動守護戦か。この場で出たわね。どこまで出せるか見ておこうかしら。容赦なしだな、せっか。でも桜花ちゃんもいい対策してます。自分の短所を理解しているんですね。反応できなくても防げるように守護戦かをちゃんと守備特化の能力として使っています。正直、守護戦かをブーメランみたいに使っていたらちょっと失望してましたが、さすがですね。最大限の効果を発揮する用途以外の方法を戦術に織り込むのは格上には愚策。意外性でもなんでもない。だったっけ？はい、本来の効果でも勝てないのに半減したら余計に勝てるわけないってことです。4個が限界か。あとは最初の1個目をローテーションで使うと。せっかちゃんはすぐに見抜くよね。知ってた。誘導、わざと法則性を出して自分の待っている場所に誘導したのか。守護戦かで対応不正だ。その先の行動も計算に入れてあらかじめ守護戦火を私の後ろに。なら守護戦火の数もブラッカー。まずは私の作戦先だね。せっかちゃん、日曜リミテッドブレイク。やるじゃない、素で桜花の作戦にハマったわ。えげつない攻撃だ。だがもっとえげつないのはせっか選手を桜花選手は動かずにその場に誘導し仕留めた。なんという着地。なんとあの超効果力大爆発を抜きず、間違いなく杖の先が触れるよりえげつない攻撃だったぞ。せっか選手に、ジャクジャク。桜花、すごいな。まるでゲーム内の桜花だ。言われてみればそうですね。確かご主人一度もゲームで桜花ちゃんに勝てたことないんでしたよね。ああ、特に戦術がメインのゲームではね。桜花は確かネットランキングでも余裕で上位、一時は世界ランク10位以内にも入ったほどだよ。桜花ちゃんは自分の才能をちゃんと開花させたんですね。素晴らしいです。それに、引き張る隙間改造、これは私の想像以上にすごい技ですよ。本気でいかないと桜花の術中にはまるわね。狙いが高すぎ。知ってるよ、せっかちゃんは本気になると絶対に最初は一直線に来るよね。私は突破した間にこんなにも足元に魔法陣を。でも配置は全部覚えた。全部速攻でかわして攻める。
知ってるよ。せっかちゃんならすぐに地雷の場所を覚えてここまで来るのは。だから最初の魔法陣以外はダミー、本命は魔法陣以外の地雷、だよ。さすが王家、私のやることすべてを先読みしてくる、厄介だわ。だけどそれは全部私の動きか、昔の私、のままだからだ、わかってる、それはわざとそうやってるから。わかりやすい動きしてる。まるで1年前の雪花様を見てるみたい。それに原始剣も出さないし、ゼロの防御にしか使ってない。どうしたんだろう。まだ雪花の心の奥底では王家は守るべき対象、として見てる。だから無自覚に加減してしまうのね。王家、まだ雪花から舐められてるわよ。もっと雪花が本気で危機感を感じるほど追い詰めなさい。雪花ちゃんはまだ本気じゃない。かなり手加減してる。証拠に。私の魔法攻撃は全部ダメージを受けていない。私の引き春式の改造、は普通の春式では戦闘では使い物にならないレベルの威力のものばかりだから。必要と魔力を混ぜることで春式の能力をベースにした効果力攻撃を可能にした混合スタイル。だから雪花ちゃんとエイドダメージを受けないのはおかしい。この時、雪花は手加減しているわけでも、無意識に力を抜いているわけでもなかった。雪花は王家の力、成長の全てを見たかった、それだけだった。肉にも雪花の力や能力はそんな雪花の思惑に応えてくれなかった。理由は2つ。修繕か。私のゼロを使ったら簡単に破壊できてしまう。雪花の原始支配は王家戦において最高の相性のいい能力なのである。王家の力を正々堂々と受け止めたいと願う雪花はそれが原因で原始支配の能力を使えない。そしてもう一つ、引き離し魔改造天下乱舞。引き離し魔改造王朝時限界。雪花の強さ、才能が王家の才能とは比にならないものだった。今まで雪花と戦ってきた人はこう言った。雪花は一度見た技や、それらに似た技は絶対に受けないんだよ。頭で覚えてるとかじゃなくて、体、本能や直感で覚えてる。でもそれって頭を使われるよりよっぽど厄介なんだよね。感覚で動くから動きや思考にロスがない、つまり無駄がないんだよ。雪花様は剣術、体術、オーラ、応用技術、体勢、能力から何まで隙がない。特に魔法や能力、これらで雪花様に挑むなんて無謀。それこそソフィアちゃんクラスじゃないと。正直、雪花はメリアより苦手だよ。だって私の不可能を唯一塞いでくる可能性があるからね。専属神の中で一番伸びしろがあるんじゃないかな。正直、雪花のポテンシャルは帝王神候補の私やメリアでも目を見張るほどだよ。雪花ちゃんは何より動体視力、反射神経などの身体的なものがズバ抜けています。雪花ちゃんに勝つなら最低でも雪花ちゃん以上の近接戦ができる人ではないと不可能です。守備、魔法、呪い、カゴ、恩恵、特性、能力、それらのものは全て雪花ちゃんの前では無意味です。そして全員が満場一致でこう言った。雪花は強い。雪花は強くなりすぎた、故に王家との戦いに戸惑いが生まれてしまった。ダメだ、最初こそは驚いたけど、もう王家が何をしてくるかもう何十手先までわかる。ダメだ、私の恩恵特性が完全超回復、一定の時間、一定のダメージ量を迎えると自動で傷を完全回復する。この勝負、負ける要素が見えない。雪花ちゃんは優しいからね。きっとその手加減はうぬぼれとかじゃなくて私に原因があるんだと思う。なら、魔改造はやめる。次の攻撃で挑むよ、雪花ちゃん。ダン。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。